はい、皆さんこんにちは。フラワーです。ただいま N フラワーでは事業拡大のために全国でね、講師希望者を募集しています。他のスクールでね、今お花を教えているとか、講師資格を他のスクールで持ってて、まだ教えてないっていう方でもいいんですけれども、そういう方で、ぜひ N フラワーでお花を教えたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、お問い合わせくださったら、お問い合わせください。はい。お問い合わせ先は最後にいたしますね。はい。で今回は、九州地区の方に、10月27日の土曜日、12時から大体2時間ぐらいを予定しているんですが、博多駅徒歩5分圏内くらいの場所で N フラワーの公式講師者のための、説明会とレッスンを行いたいと思います。なので、もしねそういう方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。で例えば、まだ何もお花をしたことなくて講師をしたいよっていう方でも、ご経験を、ね、積んでいけば、レッスン講師になれることもできますし、そういう、ね、お問い合わせでもいいんですけれども、今回はね、とりあえず中心になっていくのは他のスクールで講師をしていてエルフラワーで募集したいよっていう方を中心に、募集をしたいと思います。エルフラワーは講師活動がとてもしやすいスクールに出来上がってます。ちょっとねいろいろと団体がありますけれども、他の団体とちょっと違うところは、他の団体は全てが出来上がっていて、要するに何だろうな、ビジネスモデルが出来上がっていて、そこから派生している講師の人が多いんですけれども、エンフラーの場合は、技術がある人がこう集まってきて教えてほしいっていうふうに集まってきて、それで技術アップしているうちにこうだんだんスクール活動に発展していったスクールですので、ちょっとねこの例えば広告宣伝的なもの、例えばホームページの出来栄えとか、そういうものは他のスクールの方が良いかもしれませんが、中の講師活動としての活躍、講師活動のしやすさとか、講師の活躍できる場所とか、あと実際のレベルですね、実際のお花が上手くなるレベル、そして講師としての立ち位置っていうのは N フラワーは多分日本ナンバーワンだと思います。なのでぜひね、N フラワーでこれから活躍したいよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせをください。こちらにお問い合わせ先のメールアドレスと電話番号を書いておりますので、ぜひよろしくお願いします。ではね、多くのお問い合わせをお待ちしております。で今回、九州地区と言いましたが、九州地区じゃなくて全国で講師活動をしたいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらの方もお問い合わせください。そちらも順次対応していきたいと思います。ではよろしくお願いします。とてもしどろもどろで申し訳ありません。はい、失礼いたします。